毎週月曜日は、我々 JRP 実践実学大学共同院大学テレビ、そして共同院大学スペースシャトル通じまして、この日本を取り巻く国際情勢、特に近隣諸国との問題を中心に公安調査庁で長年、経験を積まれた菅沼光弘先生と共にお送りしております。今日は辛亥革命、孫文が革命を起こしましたのは100年前。もともとはこれはチャイナタウン、ハワイのチャイナタウンで7名の同志が集まってスタートしたわけです。そして彼はお兄さんがハワイで仕事をしているのを頼って、お兄さんの力でケアラニスクールというアジア系のエリートが進むコースへ学校へ行ったわけです。そのお兄さんの関係で7名の同志が集まって中国を変えようと、そしてその革命が成功したわけです。今台湾でも中国でもそれを祝う式典が行われました。そういう中で100年後の今の台湾中国、非常に大きな激動の中でこれからどうなるのか、これは注目していかなければならない問題だと思います。今日はその辺を含めまして、米中問題のこれからの進み方、どのように変化するかについて菅沼先生に解説していただきたいと思います。お願いします。菅沼でございます。今紹介がありましたように、毎週月曜日いろんなことについて、お話を申し上げておりますけれども、今日はちょっと今調動員さんの方が混乱しましたけれども、まず最初に今米中関係がどうなっているかということを申し上げまして、それからまた別の機会に台湾の問題について改めて申し上げたいと、こういう場合の。で、まずその米中関係ですけれども、今まで我々はそのアメリカ側の視点で、その何て言いますか、外交って言いますのは内政の延長でありますから、要するにアメリカの国内事情が今厳しくなりつつありました。この米中関係にどのようなインパクトを与えているのかというような観点からいろいろ論じてきました。そしてその中で、そのある時日本は中国との関係をいろいろしてますと、米中に橋本を外されるんではないかと、いうようなことも論じたこともあります。しかし今日は観点を変えまして、中国側から見たときにどうなのかと、米中関係ということであります。このところ、先ほども紹介がありましたように、熾烈を極めた米中の貿易問題、これも先日から、要するに、アメリカの通商代表であります、そのタンさんっていう、これは中国、台湾系の人ですけれども、この通商代表と、それから劉鶴っていう副首相、これはそういう貿易の問題についての責任者であります。この交渉が始まると。そして先ほどもちょっとあれが出ましたけれども、要するに、そのアメリカ産の大豆を買うか買わないか、トランプがかけました関税をどうするのかというような問題についても今話し合いが始まりましたと。米中の
なんて言いますか、いろんな対立の基本的な問題といいますのは、軍事的な問題もさることながら、こういった貿易の問題であったわけですけれども、これが要するに動き出したと。これは単にその先ほど申しましたようにアメリカ側の動く、あれではなくて、これは優れて中国側のあれでも要請でもあるわけです。でこういうのが始まりましたし、それからその他いろんな形で米中との関係、国務長官と何ですか、王毅が会うとか、あるいはサリバンと余計地が会うとか、あるいは今後これからそのバイデンと、それから習近平さんが要するに何て言いますか、テレビ対話をやるとか、インターネットでやるとかなのかっていうようなことがいろいろ報じられて、米中関係こういう形で、これは単に要するに中国、いやアメリカということではなくて、双方のいろんな要請でやってきた。したがって今日はその中国側のどういう問題があるのかということであります。まず第一点は、これから要するに習近平は来年の党大会に向けて独裁権力を固めていくという方向に動いているわけでありますけれども、しかし昨今いろんな形でいろんな現象が出てますけれども、その水面下で極めて激烈な権力闘争が行われていると。でその時に要するに習近平は史上最悪の米中関係をもたらした指導者だというような烙印が押されるということになりますと、これは大変その何て言いますか、習近平の将来にとって問題があるということで、要するに習近平にとっては今この段階でアメリカとの関係をなんとかやっておかなきゃいけないという、この何て言いますか、内政上の必要性があるということが第一点である。それから第二点は、今あれですけれども、来年の要するに冬、冬季オリンピックというのが北京で開かれることになる、中国全土で開かれることになる。今新疆ウイグル問題とかモンゴルの問題とか、あるいはチベットの問題、人権問題という形で要するに、このオリンピックをボイコットしようではないかというような動きが欧米諸国の動いている。もし今こういう形で、こういう形で中国に対するが進みまして、多くの国が要するにこの北京での冬季オリンピックというものをボイコットするような事態になりますと、これまた習近平の今メンツにかかる問題ということで、習近平の立場というのは非常に悪くなってきているということであります。それからそういうことでオリンピックを念頭に、今このオリンピックを開くか開かないかというようなことについて、あるいはまた北朝鮮が参加できないと、あるいはこれを参加させると、その日韓で南北関係がこれを機会に再び何とかするんじゃないかとか、なんかまあいろんな事前の動きがありますけれども、基本的にはこのさてどうなるかということはかなり中国の的であります。まずそのこと、アメリカとの関係を何とかしていかないと、この人権問題といいますが浮上します。これは問題になっているということで、それからもう一つの第3番目の問題といいますのは、これは今のその台湾も含めたそうなんですけれども、このいわゆる
中国包囲網と、軍事的に中国包囲網というものが自由で開かれたアジア太平洋というあのインド太平洋という形を含めましていろんな形で進んでいる。例えばカドというような問題、あるいはオーカスというような問題、まあそういうようないろんな動きが今出ておりまして、中国から言いますと中国包囲網といいますものがどんどん軍事的な形成されてきている、まあいう状況があるわけです。で、例えば経済的にもそうですけれども、先日中国が突如として TPP に入るというようなことを申し入れましたけれども、中国の今の政治状況、経済的なあの様々なシステムをTPP に入れるわけないんだよ。で、これに加えて台湾まで入ってきて、もし台湾がその先んじて TPP に加盟するということになりますと、これもね、まあそういうことでこのアジア、東アジアを中心にさまざまな中国包囲網が作られている。この包囲網をなんとか打破するということももう一つのこの習近平にとって、でそのための最大の、はい、というのはアメリカであります。これからアメリカといろんな形で交渉してもらえるということで、今そのアメリカ側もそうですけれども、中国側もさまざまな要因からアメリカとある程度手を結ばなければいけないというような状況が出てきているわけ。さて、これが進んでいきますと、先ほどからいろんなのが出てますけれども、いつか例えば1972年あのアメリカ帝国主義という形でアメリカを非難攻撃してた、まさにその真っ最中にキッシンジャーとニクソンが訪中して米中の手を結ぶというような行動をアメリカは取ったわけで、これで例えば当時の我が国はどうだったか、大変なショックだったわけで、要するにね、そこでそのバスに乗り遅れるなというような形で大慌てで、要するにその田中角栄さんが中国を訪問して、あっという間に日中国交正常化をもたらして台湾を切る。これは後々大変大きな影響をもたらしたし、角栄さん自身も要するに政治生命どころか肉体的生命までこういうあれによって潰されちゃった。国際政治といいますのはそういう冷厳なものなんだ。したがって今我々はアメリカに乗っかっちゃって反中反中、もちろん経済、我が国の経済界もまた別でありますけれども、我が国もいろんな、しかし今度のその岸田内閣が成立する過程を見てますと、これはおそらくアメリカの強い要請が反映されたと思うんですけれども、二階さんだとか、あるいは選挙管理委員長やってた野田さんだとか、こういう自民党の中の親中派の人たちがみんな消されるという形で、この日中関係というものが冷却する方向にアメリカの様子で進んでいく、こういう動きも一方であるわけ。従いまして、先ほどアメリカにその橋も外されるというようなことがありましたけれども、ありましたけれども、要するに我々はこういった米中のさまざまな動きを詳細に、しかもその裏の裏まで見ながらやっていかなきゃいけない、調べていかなきゃいけない。我々はこういう米中関係についてももっともっと要するに正確な情報を得なければいけない。ところが今中国一辺倒、あるいは
アメリカ一辺倒になってます、その外務省だとかその他日本の役所、こういうのを見てますと、みんなそれぞれの偏った情報ばかりで、あるいはそれぞれの国の国益に従った情報ばかりに従って我々、これは我が国の将来を危うくするものであるということを最後に警告して、この問題についての発表を終わりたいと。以上でございます。まあおっしゃる通りで、やはり、日本の立場を中心に日本の国益を優先して国家外交戦略を組み上げるということが一番大事だと思います。